いや、大学に乗ってね、初めて相鉄に乗りに来たんですけど、びっくりした。ここは相鉄泉野線ですが、まず住宅地の中を走っているような路線なのに、こんなボックスシートがついています。こういう車両が来るとは思わなかった。これね、結構相鉄にはボックスシートのついている車両ってのがあるらしいんですよ。じゃかなりふかふかです。でもそれがまた全部の車両がそうっていうわけでもなくてね、お隣の車両を見ると、あっちはわかりますかね、向こうはロングシート車なんですが、そのまた向こうはかなり先ですが、2つ先の車両を見るとまたボックスシートになっていて、片方の、1つの車両が、ボックスシートならば、多分そのお隣はロングシートなんでしょうね。だからボックスシートとクロスシートが交互に配置されています。相鉄線の路線図をまずはご覧に入れますが、羽沢横浜国大が開業するまでは、まあ、現在の路線図になっているわけですが、横浜駅を出て、ずっと来てですね、途中の二俣川というところから二手に分岐をします。そして今この泉野線に入りました。泉野線のゴールは藤沢市湘南台です。もう一つ海老名市の海老名まで向かうのが相鉄本線です。乗っている相鉄8000系という車両は、失礼、7000系という車両は、古いタイプと新しいタイプと2種類あって、古いタイプはもう先月の終わりに引退してしまいました。まさに相鉄といえばこの車両というイメージする相鉄旧7000系でしたが、それは引退。新7000系の方にも顔は1種類しかありません。みんな一緒に見えますが、実際には VVVF インバーターを装備しているこのような車両と、それからこれよりも古い抵抗制御、つまり昔の電車の音がするような古い制御方式を採用しているものと2種類あって、中身は全然違うのだそうです。列車は弥生台駅に着きますが、ドアの開く時の音を注目してみてください。N700 系新幹線と同じドアチャイムです。また相鉄の車両は本当に独自のものが大変に多いのだそうですけれど、これですね、びっくりしましたよ。自動窓って書いてあるでしょ。これパワーウィンドウというやつですが、まあ、押せばね、窓がぐわーっと上から降りてきます。私実はこの間湘南台に用事があって行ったんですが、まあ、その時もね、自動窓ちょっと触って遊んでみましたけど、今開けたらうるさいのでね、ちょっとこのぐらいですが、すごいですよね。電車の窓って結構操作するのに力がいる場合がありますから、こういう風に自動になってるのはね、実は助かるありがたいサービスなんですよね。窓がこういう風になってるっていうのは、あんまり私の今まで乗ってきた電車の中でも見覚えがないな。相鉄線ではほとんどの電車が新しいやつであっても自動窓になっているようです。であとね、吊り革がちょっと多すぎると思うんですよね。何これ、ちょっとなんかずいぶん多いですよね。まあ、多くて困ることはないんですけど、はあ。車体側面もなんかずいぶん独特ですよ。大体の場合に、ね、行き先が表示されてるんですけど、なんと行き先の表記がありません。あそこにね、確定って書いてありますから、これが各駅に止まるのだということは分かりますし、まあ、泉野線の各駅停車は全部湘南台行きなのかな、多分そうなんだろうと思うんで、これでも十分なんでしょうけど、なんか随分違いますよね。駅の放送は多分東武鉄道と同じだな。これも面白いですね。またなんか独特、泉野ってここに書いてあって、まあ、反対側ひらがなとかなのかなと思ったらね、両側ともアルファベットでした。やってくるのは特急電車です。相鉄泉野線は、まあ、なんていうのかな、周りに住宅街を数多く持っているようなところで、住宅地の中を走るので、まあ、需要がだんだん大きくなっている路線なんですが、特急電車は終点の湘南台までを短い時間、横浜湘南台間わずか24分で結ぶという速達サービス。しかし早すぎて途中停車駅があまりにも少ないので、お客さんが乗ることができないというわけで、結局お客さんが少なすぎて廃止になってしまうようです。沿線はこんな感じで、いわゆるニュータウンです。まあ、そんなにすごい都会的っていう印象はありませんけど、まだまだ開発の余地があるし、多分ね、相鉄泉野線と JR 東日本の武蔵野線のね、開業の時期は同じぐらいなんじゃないかなと思いますけどね。そんな沿線の雰囲気です。武蔵野線のなんかどこだろうな、西川口とかね、あの辺と車窓も随分似たような雰囲気。相鉄泉野線は今度 JR 東日本と直通運転を開始することになっています。で、直通始まったら
まあ、今度湘南台とかね泉野線という地名が JR 東日本首都圏の新宿池袋渋谷といった大きな街にも、まあ、表示をされるということになって相鉄沿線の知名度も向上します。まあ、そうなればこれらの住宅地をちょっと住むことを検討してみようかなというお客さんが、まあ、自然と広告効果でね、まあ、何もそういったあの宣伝がないよりは増えるはずでして、これも相鉄線にとってはメリットなのではないかと思います。何しろ相鉄線はもともと神奈川県内横浜市と藤沢市海老名市など、まあ、その周辺を結ぶかなり規模の小さな鉄道会社でした。まあ、だからそうするとねどうしてもあんま認知はされないですよね。私も全然横浜駅とかね横浜狭間とかねその周辺で暮らしていて相鉄もすぐ近くにあるのに全然どこを走ってるのか最近までよく分かってはいませんでした。まあ、そんな感じですから私ですら知らないので初見の人はほとんど知らないんじゃないかと思いますけど、そういうところに相鉄が認知をされるだけでも随分大きいんじゃないかと思います。今駅を一つ通過したところですが、乗車中の特急電車は日中のみの運行ということになっていて、今の時期はもう日が短くなっていますから結局、まあ、日中の運行というよりは夕方になっていますが、多分途中の通過駅はこれで最後でしょうかね。そして本日の特急電車の運行もこれで終了。また明日おそらく10時頃からの運行となるはずです。結局相鉄 JR 直通線相鉄新横浜線の羽沢横浜国大駅開業とともに、まあ、やはり特急電車の停車駅も見直しということになって、何らかの速達サービスは泉の線にはまだ残るのかな、まあ、よくわからないことは言わないでおくことにしますが、でもこの間ね横浜からたまたま湘南台に行く用事があって泉の線の特急に乗ったんですけど、途中二俣川と泉のしか停車しないのかな、非常に停車駅が少なくて本当に便利でしたよ。ただやっぱり元々はこの沿線の住宅の需要を拾う路線となれば、途中各駅停車をする列車が多い方がお客さんにも有利なんでしょう。その中で突出して大きな駅がないというのも、まあ、私の印象です。見ますと横浜を出発した快速電車は星川まで全部飛ばして、星川の次がこの鶴ヶ峰、そしてこの二俣川までは随分通過するわけですが、そこから先は全部各駅の停車ということになっています。随分極端ですよね。湘南台の駅はもともとは地上だったのかな、多分違うな、元から地下だったんでしょうね。湘南台踊り場駅間で運転を目指しております。相鉄線をご利用いただきありがとうございました。この駅では小田急電鉄江ノ島線だっけな、そう言ってましたねと乗り換えることもできます。 JR 九州のあの 7% だけどね、佐橋 7% のビュッフェのドーム天井みたいな、そんな天井ですね。まあ、どっちが先なのかは知りませんが、本当はね湘南台から先、慶応義塾大学の湘南藤沢キャンパスのある方まで延伸をする計画があったらしいのですが、なんかこの路線を伸ばしてしまった赤字になるとかで延伸はしないという決定になったようです。さっき私が乗ってきた横浜からの各駅停車がもう一度追いついて到着しました。前方はちゃんとねあの種別とそれから行き先両方とも表示するようになっています。多分これから行き先の方向幕を回すんじゃないかと思いますが、なんかねこの中にそのまま横浜国大もあると思いますよって言おうと思ったんですけど、よく考えたらここは湘南台駅ですから、もうすでに幕は回した状態で到着してしまったようです。だから回すのは見られないね、走行中に回したんでしょう。車体側面を見るとなんかこの謎の緑色ランプがあります。これは何だろうな、まあ、速灯というのがあってね、これはその車速灯という言い方が正式なはずですが、車体側面についている赤いランプですが、あのドアが開いているということを示すもので、列車が出発をするときにですね、ちょうど今から出るからご覧いただいて分かったと思いますが、ドアが閉まったことを安全確認のために示すランプです。もしくはドアが開いていることをまだ列車を走らせてはいけないということを確認するためにこう表示する赤いランプとも言えるでしょうか。じゃあこの緑のランプが何なのか、これちょっと分かりませんけども、折り返し作業中だとかそういうことを示すものなのかな。別にね JR の車両にはこの緑ランプはついてないんで、まあ、なくても普通に運行はできるはずなんですけどね。またこの車体を見ると
なんかこう補強するための板かな、これがベーっとこう貼り付けられているのが、まあ、結構そのまま見えるようになっています。別に見えたからってあの安全性に問題はないんでね。 JR 東日本の231系とかもよーく見ると実はこういうのがちょっと浮き出ているんですが、この新7000系というこの車両、これは随分それが露骨に出てくるな。なんか名古屋市営地下鉄の東山線にこういう電車があったような気がしますけど、よく見てみると下のこれジャンパ線受けが随分たくさんありますけどね、他の形式とも連結できるようになってるんでしょうか。あんまここまでゴテゴテといろいろくっついた電車ってのは最近は見ませんけどね。さらによく見てみたら連結器がこれ自動連結器ですよね。これね、私にはあの自動連結機にしか見えないんですけど、あのこれは通常客車列車とか貨物列車とか、まあ、そういうやつに取り付ける連結機なんですが、電車の場合はね、普通あの電車用の連結機っていうのがあるんですよ。なんて言ったっけな、あの密着連結機じゃん、ちょっと忘れちゃいましたが、なんでこういう連結機を使ってんだろう。多分電車と電車の間の連結機はそんなんじゃないと思いますけど、ちょっと見に行くか。恥を忍んでね、下にしゃがんでますが、まあ、見るとさっきの連結機とは形が違うの分かります。先にちょっとスッとね、こう尖ったような感じで、このとんがった鉛筆の先っぽみたいな形をまあお互いに差し込み合っているんですが、これが普通電車用の連結機なんですよ。 E231 系とか先頭車両もこうなってるんですが、多分なんかぶっ壊れた時とかに非常用の車両で緊急的にあのこう運び出すとか、そういう作業をすることを見越してこういう作りになってるんでしょうね。なんか調べたらね、相鉄線はほぼ最新型電車でもこの自動連結機というものを前方に配しているようです。まあ一言で言ってしまえば、自動連結機というのはかなり旧型のシステムで、今時電車についているということはまあまずありません。そんなものを今でもつけています。車両の端っこには鏡があります。見てわかる通り合わせ鏡です。2枚あります。なんでこのもんですかね。まあそうだよな。なんかね、調べたらこれはもともと横浜へ出かける人がお出かけですから、まあ、その時に身だしなみを車内で整えられるようにということで作ってるんだそうです。だから車内で身だしなみを整える前提だっていうことなんですね。随分不思議だな。今ね、電車の中でお化粧とかするとうわなんてみっともないというふうなことを言われるんですけど、まあ化粧とまではいかないのかもしれませんが、多分まあ多少あちょっと髪の毛がなんかこんなになってんなみたいな、そういうのを確認する用の鏡なんでしょうけどね。ちなみにこんな風に通勤電車の中でマイク持って喋り回ってますけど、まあ、こんな感じであのほとんどお客さんはいませんのでね。向こうに来たやつなんかね、なんかどっかで見たことある形してるなと思ったんですが、これね E233 系と同じらしいんですよ、 JR 東日本のやつと。まあ、そこから技術提供っていうのかな、まあ、車両の情報などをもらってそれをそのまま使ってるってことなんですが、まあ、乗ってみると分かりますが、隅々までほとんど変わっていません。中国で、ね、あの E2 系の、なんかなんで CRH2 型っていうやつでね、あの E2 系とほぼ同じ中国の高速列車乗りましたけど、なんかあれに乗ってるような気分だ。もう今までの鉄道会社で見たことないような鏡とかね、大量の釣り革とかそういうのがあるなと思えば、なんか JR 東日本ともう全く号車の案内とかね、奥のこの黄色いラインまで変わっていない、そういう車両があるってのもこれもまた不思議で面白いですね。客室とそれから車掌室、乗務員室の間に扉があるんですが、まあ、それが開けることができまして、扉というか、まあ、窓かな、車掌さんは窓を開けながら車内に音を多分確認してるんですかね、こちらの客室側に頭を突っ込んで放送しています。京急でもたまに見ますけどね、随分不思議な光景です。相鉄泉野線やっぱね、結構新しい路線というだけあって、高架線の上を、まあ、割とスピードを出して走ることができるようになっているようです。沿線もこんな感じで夜景というほどではありませんが、まあ、それなりに人の営みが感じられます。まあ、とりあえず今回はこんな感じで泉野線は割とトンネルを使いつつそれなりのスピードで走る住宅街の、まあ、新しい武蔵野線的な路線だという結論を最後に残して、で最後ですね、横浜駅に到着するとき、横浜駅の自動放送がなかなかいい感じだなと、この間乗ったときに横浜と言うんですが、いい声をしていたので、じゃあその様子を聞いてそれで今回の終わりにしようと思ったんですが、あのビデオカメラにですね SD カードをちゃんと正しく入れておりませんで録音に失敗しました。しょうがないんで次のやつでもう一度撮影します。ちなみにこちらは E231K をモデルとして、というかほとんど E231K のまま製造された1万系かな、そういう車両です。相鉄ファンの中ではね、
なかなか特殊な車両が多い相鉄線の中で JR 東日本の標準化された没個性的な通勤電車と同じものを導入するなんてとかなり残念な声を上げた人もいたんだそうです。今到着。なかなかいい声だと思うんですよね。乗車ホームと降車ホームが完全に別に分けられています。横浜駅はここだけが特別に相鉄の中でも需要を大きく拾う駅ですから、まあ、こういう風に乗車ホームと降車ホームを分けるというのは他の京王線とかでもねやってますけれど独特の試みがなされているわけです。あとは東武の池袋なんかもそうですね。